ダブルコート格より調子という古くからの競馬格言があるが、もっぱら牝馬の戦いや夏競馬に使われるもの。上位3着までの馬たちがいずれも前走で条件性を勝った馬というのはいかにも夏場の牝馬重賞らしい結果であろう。レース動画マーメイド S 優勝アリスベリテ長島アリスベリテは同系馬をさばいて果敢に花に立ち後続を放しての大逃げ。 ただ、前奏の2勝クラス勝ちが1000メートル通過56秒8の暴走気味のラップだったのに対し、今回は58秒3でこの馬にとっては楽なペースだった。馬場の回復も良かったと言えるが、絶妙のペース配分に持ち込んだ長島学美騎手の見事なエスコートを称えるべきであろう。50キロの軽半でも生かしたとはいえ、陣馬共に重傷発生覇となる鮮やかな闘争劇であった。 2着エーデル・ブルーメは、序盤こそ後方のポジショニングだったが、前が楽をしていると見て、早めに進出したのは川田騎手の好判断。届かなかったのは相手を褒めるべきであり、この先はもっと良くなる馬だろう。3着ホールネスも、後方からじっくり構えての直線勝負だったが、勝ち馬同様に2勝クラスを勝ち上がっての格上挑戦。ハンデの恩恵もあったとはいえ、 まだキャリア5戦目だったことを考えても、この先が楽しみな馬である。4着ファユエンは、道中最高峰から腹をくくっての直線勝負。メンバー最速の上がりで足を見せたが、いずれどこかでハマる可能性はある。コスタボニータは、小倉の愛知杯では3着に来たが、基本的に2000メートルは少し長い馬で、当時よりも高速の決着に対応できなかった印象。ミッキー・ゴージャスは、 その愛知杯を勝った時の状態に戻っていなかった。